頑張ってるようじゃの、白夜。屋敷に戻られたのですね。お前に客じゃぞ。客？あのバケレコ！私がいつ貴様などに遊びに来てほしいと言った。貴様！朽木家の将来が思いやられるの。よほど私の怒りを買いたいと。ならば身をもって知るがいい。ということはな！茶でも飲むかの。いくらでもいますって。それも君らしいところだ。君以来の天才がいるそうだよ。その子は新王霊術院を卒業したそうだ。白夜君がいるだろう。石棺の座が用意されてるそうだよ。俺の副隊長の座もますます遠くなるな。その新人を手に入れたのは五番隊のはずだよ。噂以上の腕だ。もう一度名を聞いておこうか。銀一丸銀。おっす。おはようさん。おはようっす、平子さん。信じで言うてるやろ。おはようさん、まゆり。よそよそしく黒土と呼べと言ってるだろ。めんどいやっちゃな。じゃあいたうちへの挨拶はまだや。なんでお前の挨拶。この口めか。浦原隊長、もう耳にされましたか。変死事件についてです。変死事件？原因は不明や。どこかへいなくなっちゃうってことっすか。消えるね。跡形もなく、着とった服も消える。生きたまま人の形を保てなくて。9番隊が調査に出とる。ねえねえ、原因不明の門のために隊長出る必要ないじゃんか。それを調べに行くんだろうが。あの子たちの連絡待てばいいのに。隊長落ち着いてください。隊長てめえなんかついてこなくていいんだよ。真城は副隊長だから隊長についてかなくて。うわーか隊長。おはぎ食べたい。ほっとけ。